見てろパッドの熊嫁、怪獣は俺がつけてやるからな。直樹、直樹、青谷さん、あや社長、ちょうどいいところに来てくれた。この決戦を大至急宮城島まで運んでくれ。宮城島へ。残念でした。俺は今から怪獣を、いやいや他に用事があるんですよ。決戦の方はそっちの仕事が済んでから運びますから。じゃあ待て待てと言ってるんだ。この決戦にはな、一人の子供の命がかかってるんだ。子供の命が。そうなんです。実は子供がガキから落ちて大怪我を。その子供の血液型が RH マイナス型で、三宅島の病院には保存血液がないんです。それで大至急東京の血液銀行から運ぶことになったんだ。早く飛んでくれ。でも社長、バカ野郎、この血液には子供の命がかかってるんだぞ。グリグリ言うんじゃない。わかりました。隊長に我々の戦いぶりを見せてやるんだ。攻撃開始。了解。このままじゃ怪獣はパッドお姉ちゃんやられてしまうぞ。と言って俺には血液を届ける大事な仕事があるんだ。どうしたらいいんだ。そうだ、ジャンボウエースの力なら怪獣をやっつけるのに時間はかからん。ほんの数分読みするだけで片付けられるぞ。よし、じゃんファイファイ。悪く思うなよパッドの熊井さん。この獲物俺がもらったぜ。早く勝負つけないと大事な仕事に差し替えるぞ。ビーンエメラルド。あっちは。目が見えないぞ。ジャンボウエースは立花直樹の操縦によって動く。それゆえ直樹が視力を失えばジャンボウエースもまた目くらになってしまう。危ない。攻撃。やむを得ん。一旦攻撃中止だ。ルバンガーキング、消えろ。ダメだ。
ぼんやりとしか見えない。これじゃとても三宅島まで飛ぶのは無理だ。とても。3時25分か。この時刻なら太陽は西南西の方向にあるはずだ。つまり太陽に向かって進路を取れば三宅島に着けるってわけだ。よし、見えるぞ。はっきり見えるようになったぞ。よし、もう大丈夫だ。急いで決戦を届けよう。俺にはこの決戦を待ってる子供がいるんだ。行くぞ。人がせっかく助けに来てやったというのにもう勘弁できんぞ。後で決闘だ。いいか。いいとも。喜んで挑戦に応じてやるぜ。アバよ、だるま野郎。おい君、すぐ行って取ってきたまえ。君も手伝ってくれ。これで少年の命が助かる。さあ、お次は怪獣だ。兄さん見てってくれ。今度はヘマはしないぜ。じゃん、ファイト。エレキ弾をぶち込んで強力電流を流すんだ。了解。しくしょう、まるで効き目がない。焼き尽くせだ。きっと地球を我々のものにするぞ。